こんにちは、ゆずゆです。それでは今回なんですけども、三井住友カード SBI 証券、クレカ積立一部ルール変更へということで、この動画では、ちょっとですね、少しだけいいルール変更が発表されたので、そちらについてお伝えします。それでは、行ってみましょう。早速どういった発表があったのか、三井住友カードのプレスリリースを見ながら一緒に見ていきましょう。SBI 証券で、NISA 構造をお持ちの方を対象、三井住友カード積立投資の V ポイントの付与率アップキャンペーン のお知らせということでそうなんですよ SBI 証券のニーサ口座を持っててクレカ積み立てをされている方であれば V ポイントの還元率がなんと上がっちゃうんですよねこれは結構嬉しいですよねでは内容を見ていきましょう三井住友カードと SBI 証券は SBI 証券でニーサ口座をお持ちの方を対象に三井住友カードが発行するクレジットカードで投資信託が買える投資積立サービス三井住友カード積立投資において全ての県種の V ポイント付与率をなんとプラス0 0.1%引き上げるキャンペーンの実施を予定しておりますのでお知らせしますと。これめちゃくちゃいいというかちょっと嬉しいですよね。0.1%でも。 三井住友カード積立投資は、投資信託積立額の最大3%分の V ポイントが貯まることや、一度設定すれば入金の手間が万が一の購入漏れがなく、継続して投資が行える利便性等が高く評価され、幅広い世代のお客様にご利用いただいてます。このため三井住友カード積立投資ポイントアップキャンペーンにより、資産運用を始めるきっかけとなり SBI 証券の積立サービスをご活用いただけるものと期待しておりますと。キャンペーンの開始日、11月上旬予定や、 期間年間カード利用額による V ポイント付与率の判定容量等の詳細については三井住友カードウェブサイトにてお知らせする予定ですとで気になるキャンペーンの詳細なんですが例えば三井住友カードでクレジットカード積立をする場合につきましては1%から3%の付与率になりますこの付与率の条件として年間カード利用額による判定として年間500万以上使ったら3%還元であったり300万以上であれば2% 300万円未満であれば1%還元というような 半減率となります。 で、今回のキャンペーンによって、付与率の条件として、500万円以上の方であれば3.1%、300万円以上であれば2.1%、そして300万円未満であれば1.1%の付与率ということになります。次にゴールドに関しては0、0%から1.0%なんですけども、付与率の条件として、年間100万円以上使ってあれば1%付与率1、1%還元、10万円未満であれば0%というルールではあるんですけども、今回のキャンペーンによって、100万円以上であれば1.1%、10万円以上であれば0.85%、 10万円未満であれば0%とで一般であれば0%から0.5%これの条件として10万円以上年間使っていれば0.5% 10万円未満であれば0%ということになりますこれが今回のルールによって10万円以上であれば0.6% 10万円未満であれば0%というようなキャンペーンとなりますでこのページを見る限りは特にキャンペーン期間とかは記載されてなかったんですけども SBI 証券が出してたプレスリリースを見る限りはキャンペーン期間がですねちょっと出てお おりましてそれがこちらキャンペーン期間が2024年の12月買い付け分11月10日までの設定分から2025年の5月買い付け分4月10日までの設定分ということですのでまあ、約半年間という風に見たらいいかなと思いますちょっと計算間違ったら申し訳ないんですけどもこの期間の半年間であればポイント付与率が0.1%アップするということですねいやけど普通に考えて結構お得っちゃお得ですよねまあ、他にもね、たくさんのクレジットカード積み立てあるんですけども普段からね SBI 証券で クレジットカード積み立てされてる方であれば結構嬉しいニュースなのかなと思います。 で、せっかくなんで、どれぐらいポイントがもらえるのかっていうのをですね、シミュレーションをしていこうかと思うんですけども、まあ、例えばですね、プラチナプリファードで毎月10万円を積み立てした場合ということで、左側はキャンペーンが始まる前のポイント付与率と、あと年間のカード利用額。そしてもう一つが、今回のキャンペーン期間中の付与率と年間のカード利用額ということですね。まず、500万円以上であれば3、3%の付与率なんで、3000ポイントが毎月もらえると、毎月10万円を積み立てした場合ですね。次に年間300万円以上 使ってて毎月10万円を積み立てした場合は2%の付与率なので毎月2000ポイントがもらえる。300万円未満であれば1%の付与率なので毎月10万円を積み立てした場合は1000ポイントがもらえる。次にキャンペーン期間中であれば3.1%の付与率になるんでキャンペーン期間中に500万円以上を年間使ってて10万円積み立てした場合については3,100ポイントがもらえる。年間300万円以上を使ってて2.1%の付与率であれば毎月なんと2,100ポイントがもらえる。3 0万円未満であれば1.1% の付与率ななんで毎月ポイントがもらえるとということになりますで次にですね、実際に半年間10万円を積み立てした場合、どれぐらいのポイントがもらえるかっていうことなんですけども、まず500枚以上を使って3%の付与率であれば、半年間で18000ポイントがもらえる。年間300枚以上使ってて2%の付与率であれば、半年間で12000ポイントがもらえる。そして300枚未満で1%の付与率であれば、半年間で6000ポイントがもらえる。これがキャンペーン期間であれば、 300万以上使ってて3.1%の付与率であれば半年間で18,600ポイントがもらえる。300万以上使ってて2.1%の付与率であれば半年間で12,600ポイントがもらえる。300万円まであれば1.1%の付与率なんで半年間で6,600ポイントがもらえるということになります。まあもちろんね0.1%なんでビビたるものかと思うんですけども、1ヶ月間そして半年間であれば少しずつねこんな風に差が出てくるということになりますので、すでにね SBI 証券でクレジットカード積み立て、まあ新利差とか を使って積み立てをされている方はちょっぴりお得になります。 次に、ゴールドで毎月10枚を積み立てした場合のシミュレーションなんですけども、左側がキャンペーン期間前のポイント付与率と年間カード利用額。そして右側がキャンペーン期間中のポイント付与率であって、年間のカード利用額ということになります。まず年間100枚以上使ってて毎月10枚を積み立てした場合、付与率が1%になるので、毎月1000ポイントがもらえる。10枚以上で0.75%の付与率であれば750ポイント。そして10枚未満であれば0%なんでポイントは獲得できず。 キャンペーン期間中で年間100万以上使っていれば毎月1100ポイントがもらえる10万以上であれば0.85%の付与率なんで850ポイント10万未満であればキャンペーン期間中でも残念ながらポイントは獲得できずということになります。次にこちらもキャンペーン期間中の半年間でポイントを計算してみましょう。年間100万以上使っている方でキャンペーン期間前であれば1%なんで半年間であれば通常6000ポイント、10万以上であれば0.75%なんで半年間で4500ポイント、そして10万未満はポイントは獲得できず。で、ここから は、キャンペーン期間中で、ゴールドで毎月10万円を積み立てした場合、年間100万以上使っていれば 1. 1、1.1%の付与率なんで、半年間で6600ポイントが獲得できる。10万以上でいれば0.85%なんで、半年間で5100ポイント。10万円まであれば、半年間でキャンペーン期間中でもポイントは獲得できずということになります。なので、ゴールドでね、普段から積み立てをしている方は、ざっとこんな感じのね、ポイントの計算ということになります。 次に、三井住友カードナンバーレスなどの一般で毎月10万円を積み立てした場合のシミュレーションなんですけども、左側がキャンペーン期間前の年間カード利用額とポイントの付与率。そして右側はキャンペーン期間中の年間カード利用額とポイントの付与率ということなんですけども、まずキャンペーン期間前であれば、三井住友カードナンバーレスなど一般カードで毎月10万円を積み立てした場合、年間10万円以上使っていれば、ポイントフル率は0.5%なんで、毎月500ポイントがもらえる。10万円前であれば0%なんで0ポイント。 キャンペーン期間中であれば、それが0.6%に変わるので、毎月10万円を積み立てしてれば600ポイントがもらえて、10万円未であれば0%ということになります。そして、半年間積み立てをした場合、10万以上使っていれば 0. 5、0.5%なんで半年間で3000ポイントが獲得できる。10万円未であれば0ポイントなんで半年間でも0ポイント。キャンペーン期間中であれば 0. 6、0.6%にポイント付与率が変わるので、半年間で3600ポイントが獲得できて、10万円未であれば特に変わらずということになります。ので、先ほどもお伝えしたように、まあ、ビビたるものでは あるんですけども、これをこれで結構嬉しいですよね。普通に600ポイントでもね。 この溜まった 600V ポイントを、例えばワンオンポイントに変えて、そこからウェルカツで使ったりとか、また投資で使ったりという感じで様々なね、使い道もあるので、これは個人的に結構嬉しいニュースかなと正直思っております。なので、普段からゴールドで積み立てをされている方ですとか、そしてプラチナプリファードで積み立てをされている方などですね、これらをぜひね、参考にしていただければと思います。では、せっかくなんで、ここからは、ここ最近の僕の新ニーサなど、これまでのちょっとした積み立て状況もですね、お伝えできればと思います。 まあちょっとね、3パターンに分けてお伝えできればと思うんですが、まずは僕が三井住友カードを使って、新ニーサに積み立て投資枠を使って、毎月10万円を積み立てしている成績からね、ぜひ見てほしいと思います。以前までであれば、プラチナプリファードで積み立てをしてたんですけども、ま、ここ最近になってね、動画でもアップしたんですが、オリーブフリクシュルペのゴールドで、現在は積み立てをしている状況です。まず、累計の買い付け額として、現在は100万円。なので、ちょうど10ヶ月ぐらいですね、現在積み立てしている状況となっておりまして、それを100万 円分がですね積み立てした結果どういったことになっているかというとこのようになっております112万5780円ということでプラ, 125, プラス12万5780円プラス12.57%ということになっておりますこれはもう正直個人的にはもうめちゃくちゃ上出来かなと思いますねご覧のようにですね特に僕積み立てをしてて売却はもうしてませんこれについてはねもう積み立てあるあるなんですけどももう長期的に見てこれがどうなっていくのかっていうのがですねやっぱり積み立ての魅力的なところかと思いますのでまあよっぽどのことがない限り このままね、10万円を毎月積み立てしていこうかなと思っているところではあります。で、現在、主に積み立てをしているのは、SBI、SBIV、S&P500 インデックスファンド。これにですね、ほとんど積み立てをしておりまして、これが85万円分積み立てしてて、それが94万円分ぐらいに変わっていると。で、もう一つに関しましては、EMAX スリムの全世界株式オールカントリーですね。オールカンでも15万円積み立てして、それが17万円、まあ、18万円ぐらいになっているということになっております。ま、あ本当積み立てに関しては何が正解か、どのファンドが正解かとか、僕も正直 わかんないんですけどもとりあえず僕の場合はこんな感じということでも正直上出来ですよね12.57%とこれがね5年10年経った時にどんな成績になってるのか結構楽しみですよねでこちらについてはとりあえず僕が新ニーサで積み立て投資枠で毎月10万円を積み立てした結果ということでございますで次2パターン目に関しましては僕が過去に何度か動画でも紹介してるんですけども s b i 証券でクレカ積み立てが始まった当初その時は三井住友カードで s b i 証券に毎月5 5万円までねクレカ積立ができてたんですけどもサービスが始まって僕ずっと積み立てをしてたんですよその時はねまだ僕 s b i 証券でニーサはしてなかったんですけども当時は特定口座でずっと積み立てをしておりましたでその時の結果もねちょっと見てほしいと思います累計買付金額として154万9900円ということですねでこれについてはねちょっと一部売却をしておりますまあちょっとキャンペーンとかで売却してもいけるかなと思ったのでまあ2万円ぐらいですねちょっと売却をしてるんですけどもそれ以外は特に売却をしており いませんその結果どうなってるかと言いますとそれが250万円ぐらいになってるんですよなのでプラス977,226円ということでプラス63.05%これ結構えげつないですよねで僕と同じように同じ時期にですね積立をされてる方がいらっしゃればもうほぼほぼ同じような成績になってるのかなと思いますいやこれも正直個人的には一番びっくりしてますねで当時積立をしてたファンドがこちら SBI SBI V s p 5 0 0インデックスファンドに152万円 積み立てしてて、それが97万円ぐらいになってるということですね。いや、個人的にね、本当にこんなに成績が良くなると全然思ってなかったので、まだまだ売らずですね。このまま放置してみたいと思います。あとはね、ちょこちょこね、イマックススリムのオールカントリーをちょこちょこ買ったりとか、あとは通常の S&P500 ですね。これはね、ちょっと試しに買って、 ま、売却したっていうこともあったんですけども、まあ、実際にトータルで見て、97万円プラスになってるということでございます。これが2パターン目の、僕が過去に、NISA ではなくて、特定口座でクレカ積み立てをしてた時の成績ということですね。そしてもう一つなんですけども、こちら楽天証券なんですが、q ニー s の方ですね。いわゆる、僕が初めて積み立て NISA を始めた頃なんですけども、そちらもですね、ちょっと成績を見てほしいと思います。この時はは僕 SBI 証証券券ででなくて楽天証券でね積み立て してたんですけども、その成績どうなってるかちょっと見てほしいと思います。せーのじゃんということでね。ニーサー資産として250万円ぐらいあるんですけども、それが現在プラス100万円ぐらいになっております。プラス76.57%ということで、こちらもね、上出来かなと思いますね。当時、急ニーサであれば毎月33,333 33円ですかね、が積み立てできてたということで、僕はもうその設定のままですね、毎月33,333 33円を積み立てしてたんですけども、それを一度も売却せずですね、現在も放置してるということで、 このようなな状況となっておりますで、投資した銘柄なんですけども、こちらに関してはですね、今クイスいリムの全世界株式オールカントリーがですね、まあ主にあって、 で、その約3分の1がですね、米国株式の S&P500 を持っているということでございます。なのでね、まあこちらに関しても、特に売る予定はなくて、ほとんどのことがない限りですね、売却する予定はないので、まあこのままね、こちらも放置していこうかなと思います。ちなみに僕はですね、よく動画で言ってるんですけども、投資については本当にめちゃくちゃ初心者です。とにかく積み立てをしようスタイルなんで、まあもちろんね、ちょこちょこ株を買ったりする動画もアップしてるんですが、もうどちらかというと基本ね、積み立てが主なんで、積み立てをして、急にさ。 そして特定講座、そして新忍者ーーでもこんなね成績が出てくるということになりますので、やっぱ積み立てはやっぱ強いなと思いました。けどね、今始めて同じような成績になるかどうかっていうのは全然お約束はできないんですけども、これから始められる方も、小学からですね、積み立てすることもできたりするので、試しにやってみようかなっていうふうに興味がある方は、このタイミングで始めてみるのもありなんじゃないかなと思います。まあここまでお伝えして、もしですね、SBI 証券の講座解説まだの方いらっしゃいましたら、もう絶対に講座解説をするときはポイントサイトを活用してください。 このチャンネルはいかに見ていただいている方がお得になってもらうかというチャンネルですので、もうぜひね、講座解説とかクレジットカードなど作成するときはポイントサイトを使いましょう。で、SBI 条件で講座解説をする場合、二つのポイントサイトが結構使えるんですが、まず一つ目は僕が一番使ってるポイントサイトのハピタスですね。まずですね、ハピタスにアカウント登録をします。概要欄に僕の特別招待リンクを置いておきます。で、そこにアカウント登録をしたら、ここに検索っていうのがあるので、ここをタップ。そしたら検索のバーが出てくるので、ここで SBI と入力をして検索。 策をかけますそうすると SBI に関する案件がいろいろ出てくるんですが、まずはこの SBI 証券19000ポイントをタップすると、動画を撮影している時点であれば、新規講座解説プラス入金をすることで19000円相当のハピタスポイントを獲得することができます。これ結構熱くないですかこの19000円相当のポイントについては、現金19000円にもできますし、他のポイント、例えばポンタポイントであったりとか、V ポイントに交換する場合は、ドットマネーに19000ポイントで交換して、最終的にドットマネー から19000万ポイントの V ポイントにも交換することができますんで結構高いんですよポイントがハビタスの場合結構条件が細かくてポイント獲得条件とかこの下のねポイント対象条件を全部読んでほしいんですけども新規口座開設プラス5万以上の入金さらに対象期間中に SBI 証券の証券総合講座からスミシン SBI ネット銀行の SBI ハイブリッド預金へ一括で5万以上の振り替えをされた方がポイントの獲得の対象ということですので、それができないと、ポイントなど獲得することができません。なので、案件を行うときは全部ここを読んで、できそうな方はですね、ハピタスからトライをしてください。で、もしこの案件を行う際は、このページのポイント貯めるをタップして、あとは SBI 証券の講座解説して条件を満たせば、当日1万9000円相当のハピタスポイントが獲得できるということになります。 これがハピタスの場合。なので高いポイントなどを狙いたい場合はハピタスからやってみましょう。で、次二つ目。これもね結構個人的におすすめで、僕が2番目に使ってるポイントサイトのポールですね。 ではですね、さらにポイントがですね、簡単に獲得できるんですけども、まず、ポイントサイト、ポールに登録をします。そしたら、このページの検索っていうのがあるので、ここをタップして、まあ、すでにここに出てるんですけども、検索の場のところで SBI と入力をして検索をかける。そしたら SBI 証券の新規講座解説完了だけで、13万5千円相当のポイントを獲得できます。ポールの場合、10ポイントで1円相当というふうに換算されるので、1万3500円相当というふうに計算がされます。 ちなみにこの案件をタップすると SBA 証券の新規講座解説完了だけで13,500円相当のポイントが獲得できます。で、先ほどのハビタスと違ってポイント獲得条件を読むと新規講座解説だけでいいんですよ。特に入金とか、 ハイブリッド預金とかの設定は必要なくて、新規講座解説をするだけで、このポイントが獲得できるので、結構熱いっちゃ熱いんですよね。で、ポールもちゃんとですね、こういったポイント結果条件とか全部読んで、このまま暗記を進める場合、ポイント貯めロータップして、あとは講座解説すれば OK という流れになります。ちなみに、 こういった案件、ポールに限らず、ハピタスもそうなんですけども、ポイントサイトの案件っていうのは、日によってこのポイントが変動することもありますし、この案件自体が終了してる場合もありますので、こういった案件をこなす際には、そういったところを注意した上で取り組んでみましょう。まあ、そんなこんなで、ね、今回は、三井住友カード SBA 条件、クレカ積立ての一部ルール変更が発表されたということについて、簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、今回はルール変更というよりかは、どちらかというと、まあ、キャンペーンに近いようなものになりますので、まあ、このね、半年間は、 まぜひ、お得にね、ポイントをゲットしてみてはいかがでしょうか。まあ、と個人的に気になるのは、そのキャンペーンが終わった後に、また SBI 証券と三井住友カードがどんな仕掛けをしてくるのか、そこもね、ちょっと注目したいとこではあります。まあ、ここ最近はね、他の証券会社とかが、まあ、簡単に、 別の証券会社から NISA のお引越しができますよみたいな感じのね、ルールとかを打ち出してきたりしてるので、結構ね、いろんな取り合いが始まってると思うんですけども、そこら辺もね、ちょっと注目していきたいとこではあります。で、今回動画でお伝えさせていただいたプレスリリースと、先ほど紹介したハピタスとポールの特別招待リンクにつきましても概要欄に貼っておきますんで、ちょっと気になるものがあればね、概要欄チェックしていただければなと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。